猫のまだ名前がない猫です。リュウタンさんの考えてくれたヌコ像、または稲枠 TV さんが考えてくれたコバンちゃんか、はたまた兄貴か、悩ましいんですけど、とにかくまだ名前はございません。さて、今回の動画はキャラクターアニメーターでパペットを一通り完成するまで地に足をつけて体の部位にタグ付けをして完成させます。その後トリガーとかビヘビアとかあるんですけど、ひとまずはキャラクターアニメーターの完成となりますので、最後までご視聴お願いいたします。それでは動画をご覧ください。どうぞ。地に足をつけましょう。ボディでピン、足に2つつけました。次は手をマウスで動かすのは、ボディの右手のところにを選択して、ドラッガーツールを選択してクリック。で、次左手にドラッガーツールでクリック。はい、これでシーンを追加で見てみます。手をマウスで、あ、うまくいきました。あ、手首が、これで足も地についてますね。口がノーマルが見えません。戻ります。今度はタグ、ここは何の場所ですよっていうのをつけていきます。その前に口のノーマルが載せてなかったんで、これをノーマルにして表示にしておいたら多分口がなくなることはないと思います。はい、タグ付けをしていきます。タグはこのプロパティのとこに出てきます。これで体を選択、レイヤーを選択して、肩、右肩をドラッガー2ではなくてハンドル2ですね、ハンドルにして右肩、そしてこのパペットの右肩にクリックすると、ここは右肩と認識されました。で、左肩にクリックして左肩を押すと、ここが左肩と認識されました。右肘にタグ付け、左肘にタグ付け、右手首、そしてへそをウエスト、ボディで右膝、ボディで左膝。これで一度シーン追加で見てみましょう。口は出ると思います。よし、口は出たね。うい、肘をドラッグからにします。すると取れちゃいましたんで、肘はやめましょう。これはやめて、この緑を肩にしてみました。すると、緑を肩のところに持っていったらできた。で、これで右手でリンクツールを入れる、左もリンクツールを入れる。で、見てみよう。うまくいったね。なんとなくうまくいきました。これをもうちょっと内側にする。で、首はボディにあるんだ。ハンドルツールで首を選択して、このタグのとこの首、これで首が認識されたはず。したかな、しました。襟が動いてないからしたと思います。手が外れます。かい、手首がいい感じだな。顔は多分こうクリックすると右のこのタグのとこに出てくるので、クリックして対応してるか確認して対応してますね。こんな感じで、とりあえず今までで一番うまくいった感じがします。で、ビヘイビアっていうのですね、できるんですが、例えばヘッドのレイヤーを選択してビヘイビアが出てくるので、ここでプラスしてヘッドターナーするとこれだけ出てきて、こうゼロになってますけども、イラストレーターでレイヤーで顔を左斜めとか正面とか
置いてあげるとここに1って出るそうです。自動認識して、でもないので0になっています。よし、できた。はい、みぞうくんの体が一通り完成しましたね。ちなみに私の体の構造は至って単純明快、簡単にできております。それではまたお会いしましょう。